久美が登場いたします。佐藤久美子コーチが最後の声をかけます。荒川静香が出てきました。伊藤さん、こういう時にはどういう話がコーチから出るんですか？いや、日頃今現在の体調と調子によってきっとコーチのコメントは変わってくると思うんですけれどね、さあ、いよいよオリンピックの残り一枠をかけてのまず荒川の演技ですね。彼女の今シーズンのテーマは楽しく滑ると言ってましたからね、本番楽しく滑ってもらいたいですね。そうですね。ショートプログラム終わって第2位につけています。4年前の長野オリンピックの代表、荒川静香です。現在早稲田大学の2年生。ご覧のような主な成績、曲はトゥーランドット。さあ、この4年間の集大成を4分間に集約しての演技ということになります。今年はスケートアメリカで4位、フランスの大会では第6位でした。6回目の全日本。さあ、今日はとにかくもうたくさんジャンプを飛びたいんだということを言っていました。さあ、ショートプログラムでは2回転なりましたが、フリーでは3トリプルルッツダブルトーループ。午前中の練習では非常にジャンプの調子は良かったですよね。はい。さあ、まず予定のジャンプを順調にこなしていきました。さあ、彼女もここで3回転、はい、3回転を見せるのでしょうか。トリプルサルコ、ダブルループになりました。練習ではここで3回転3回転やってましたね。どうですか、伊藤さん、荒川とそしてスグリがですね、それぞれ、まあ、パーフェクトに近い演技をしたときに技術的に荒川の方が内容は濃いんですよね。そうですね、3回転3回転の種類をたくさん持っている、はい、強いですね。そういった中で終盤に3回転3回転をこなすことができるか。フリップですね。そしてダブルアクセル。ああ、これもアクセルになってしまいましたね。はい。2回のはずが1回。1位を狙うためにはやはりこんなミスもやはり点数に響いてきますよね。今年はオリンピックイヤー。しかし意識はしていません。東京に出てきて一人暮らし。洗濯自炊と何から何まで一人で早くこなせるようになりました。そうした中でスケートに対して生の荒川静香の4分の演技終わりました。まずオリンピックへの切符1枚をかけて荒川が先に滑りました。ただ
最初はですね、3回2回はこなしてきましたが、本人は3回転3回転をまずやりたかったという思いがあったでしょうね。そうですね、まあ、途中の転倒がやはり2回がそうですね、かなりジャッジにとっても、点数をこう出しにくくしてますよね、イメージは転倒というのはあまり ね、好ましくない、良くないですよね。荒川のインが終わりました。さあ最初のジャンプ、トリプルサルコ、これが2つ目のコンビネーションですね。ダブルループ、ダブルループできれば 3-3 で行きたかったというコンビネーション。そしてこれはキャメルスピンから足を持って、彼女166センチとすごい大線がスラッとしたんですけど、柔らかさは十分アピールしますね。そうですね、まあ、あの練習見てましてもトリプルアクセルに、ね、挑戦したりしてますからね、ずいぶんいい感じなんですと佐藤コーチも言っていました。現在ご覧のようにジュニアの安藤がトップにいます。左が佐藤久美子コーチ。いやしかしまだまだあのこの後3人目にすぐりが出てくるわけですけど、伊藤さん全体の印象でいうとどうですか。まあ勝つためには3回転3回転をもう一つ決めたかった。そうですね、やはりあの、まあ、フィギュアスケートはジャンプだけではないんですけれども、はい、全体のこう美しさそして技術をこうバランスよくあのでき本番にできた人がこうトップに行くんじゃないでしょうかね。それにしてはちょっと荒川さんちょっとミスが目立ったかなと。そうですね、まあ、荒川らしさを少し欠いてしまったかなというのが印象です。さあやはりジャッジもちょっと得点を出すのを2時間をかけています。得点が出ました。テクニカルメリット 5.2 から 5.5、 4人のジャッジが 5.5 を出しました。まあ、得意のジャンプ、これで高い点をもらいました。そして表現力、普段は同じリンクで同じ学校の先輩後輩。さあ出ました、全員が1をつけました。現在荒川はショートで2位、フリー1位で総合第1位に上がってきました。荒川、安藤、鈴木の順です。伊藤さん、現状の順位としてはまあね、ここまで見ますと全員1位というのは分かりますが、はい、となると最終のスグリの本当に滑り次第ですね。そうですね、あのスグリさんにもチャンスは十分あると思います。